どうも、のりごとです。 iPhone6 もね、いよいよ発売されまして、それに伴ってね、 iOS8 新しくね、 OS がアップデートされたわけですけれども、僕もね、 iPhone6 Plus をね、購入したんですけど、まだね、届いていませんので、今持ってるこの iPhone5S に、iOS8 ね、新しい OS をね、入れてみたんですけど、いいっすね、これね。 Hey Siri、 ご存知ですか、 Hey Siri。iPhone をね、電源につないでいると、Hey Siri っていう声をね、かけるだけで、音声操作が起動して、音声で iPhone を操作することができるっていうね、iOS 8の新機能でございます、これね。これがね、めちゃくちゃ僕気に入りまして、ベッドでね、寝てる時なんか、電気つけたくないなとか、もう眩しいの見るの嫌だなっていう時にね、このね、Hey Siri の機能ね、活躍しそうですね。設定はね、設定アプリから、一般の Siri、Siri の中の Hey Siri を許可というね、項目がありますんで、それをオンにして、タッチ ID とパスコードから、ロック中のアクセスを許可ね、これの、Siri に、Siri をね、オンにするだけですね。で、iPhone を、電源とね、接続するだけ。あとはこの状態であれば、Hey Siri ということでね、声をかければいつでも反応してくれます。もちろんね、画面オフにした状態でも反応してくれるので、これ、面白いっすよ、なかなか。ちょっとね、やってみますよ。Hey Siri。Hey Siri。今何時？0時50分です。おはようございます。全然ね、おはようじゃないですけど。 Hey Siri。 はい、Siri です。何のご用でしょう？3時間後に起こして。3時49分にアラームがセットされましたね。アラームのセットも簡単だし。 Hey Siri、 ありがとう。私の方ですよ。いやいやいや、こっちこっちね。いいっすね、これね。 Hey Siri、 プレイリストトップ25流して。はい、ではね、こんな感じで音楽も再生できるし、寝ながらね、操作すごいね、これね。 Hey Siri、明日の天気は？明日はかなりいい天気になりそうです。うーん。 Hey Siri、 明日の気温は？明日の気温は最高が摂氏24度、最低が摂氏16度でしょう。おーね、 Hey Siri 使ってみてください。楽しいですね、これね。私ですか？そう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 、君楽しいよ、すっごいね。ということでね、とっても楽しんでね、ぜひ使ってみてください、ヘイシリ。それは無理です。いやいやいや、使ってみてくださいよ、ね。いいえ、できません。なんでよ。ということでね、ぜひ使ってみてください。YouTubeしてね。